リーチュエは、哺乳甲牛木牛かウォーターバック属に分類される、偶定類。アンゴラ、コンゴ民主共和国南部、ザンビア、ナミビア、ボツワナ体長160から180センチメートル、おなが30から45センチメートル、肩高85から110センチメートル、体重85から139キログラム、全身は長く硬い体毛で覆われる、頸部の体毛は、 縦紙状に伸長しない。目上部や唇、覆面、四肢上部の内側の毛衣は白い。前肢前面や甲子下部の前面の毛衣は黒い。第3から4指跡のひずめは細長く広げることができる。甲子部内側に終戦がある。オスにのみ、明瞭にアルファベットの S 字状に湾曲した細長い角がある。角長45から92センチメートル。 角の表面には約20個の節がある乳頭の数は4個。氾濫腹、湿原などに生息する。数百頭に達する大規模な群れを形成し生活する。危険を感じると水中に逃げ込む。植生は植物食で草、水生植物を食べる。繁殖形態は耐性。繁殖期になるとオスは2から3週間だけ。 ある一定地域の直径約500メートル範囲以内に50から100頭が縄張りを形成して密集し縄張り内に入ったメスと交尾する。開発による生息地の破壊、乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。